東京アニメーター学院専門学校東アニウェブラジオアフレコスタジオ独り占め、河野日和のちょっと聞いてくりょう。東アニウェブラジオアフレコスタジオ独り占め、河野日和のちょっと聞いてくりょう。この番組はこれから声優を目指している方に送るちょっぴり先輩からのエールを送る番組です。進学で進路を悩んでいる方、地方にお住まいで東京に出てくることを悩んでいる方、人前に出るのは苦手でも演じることをしてみたいと思っている方、そんな方々に少しでもお役に立てればと思って、少しだけ経験豊富な私が今思っていることをどこよりも正直にお答えします。パーソナリティは私、河野日和がお送りいたします。河野日和のちょっと聞いてくりょう。改めまして、おはようございます、こんにちは、こんばんは、河野日和です。今回はですね、実際に声優になるためにどのようなことをしているかをお話ししたいと思います。まず、入学して初めての授業とかでびっくりしたこと。なんだろう、でも、声優さんとしての声の出し方って、なんか多分普通とは違うんだろうなっていうのはふわっと思ってはいたんですけど、すごく地味というか、あいうえおみたいな、この一つ一つの発音をなんか一個一個丁寧にしていくとか、もう短い文章を何度も何度も毎日毎日繰り返し練習するとか、意外とこう地道な積み重ねで、なんかその自分の声とか基礎力をなんか変えてあげていく作業が多いんだなっていう風に、入学して初めのどのぐらいの2ヶ月ちょっとぐらいはもうずっと基礎練習、発声練習ばっかりでしたね。全然初めてのことばっかりだったっていうのもあるんですけど、楽しかったなとは思います。次、毎日のタイムスケジュールなど、月曜日から金曜日まで授業があります。午前午後と、で午前の授業が始まるのが9時半から12時半に終わって、1時半から4時半までまた午後の授業という、結構みっちりと授業の時間があって、その前にも後にも早めに来て、例えば発声練習するとか、午後の授業が終わった後もなんかみんなと練習するとか、結構練習漬けみたいなタイムスケジュールですね。あとはそこにまあお仕事だったり、あとオーディションとかが入ってきたりとかしますね。続いてオーディションの話。オーディションはいろいろ受けてきましたね。なかなかないじゃない、なかなかってかもうほぼないじゃないですか、人生普通に生きててオーディションを受けることって。だからもう本当に何ヶ月経ってももうずっと緊張してて、今まで自分がアニメが好きで見てきて、こういう世界観のこのキャラクターの子は可愛いなっていう、なんとなくふわっとですけど、そのオーディションの話をもらって、このキャラのオーディションだって見た時にいろいろイメージが浮かぶんですよ。でいろいろお芝居のこう構成を考えて、よしやるぞって思って、実際に自分が声を発したら、うわーなんだこれは全然違うって思ったりして、もう本当にうまくできないんですよ、当然なんですけど。もう最初の頃とか本当に成功したことなどほぼない。もう失敗から失敗から全てを学んでいくっていう感じでしたね。いやー本当に苦いわ。先輩方とか見てると本当にすごく堂々としていて、はっきりした世界観があって憧れるなとか、やっぱりあのくらいできないと通用しないのかなっていろいろ悩んだりもしたんですけど、そういう先輩方とかにお話を聞ける機会があって、いろいろ聞いてみると、いや最初はそんなもんだよって言われるんですよ。
なのでなんか、あ、みんな失敗していく中からいろいろ学んでいくのかな、うまくできない自分っていうのを受け入れることができたので、なら今の自分でどこまでできるかなっていうのをもう精一杯最大限やるしかないし、オーディションがない期間の時にどれだけ基礎であったりとか、あと想像力とか価値観とか、そのお芝居力みたいなのをなんか磨いていくしかないんだなっていう風に思って、だからなんかそれを受け入れられるようになってからはあんまり緊張しなくなったし、本人が楽しんで思い切り堂々とやってる方がきっと聞いてても心地いいと思うので、その境地に至れたらいいなとは、そこに行けるように楽しんでオーディション受けられるようにっていうのを目標に日々積み重ねていますね。そんな感じ。次、実際にプロの現場の仕事についてみて。そうなんですよ、私デスマーチから始まる異世界競争曲というアニメでですね、ポチという女の子の役をやらせていただいて、在学1年生の時にあのメインキャストという大役を任せていただいてですね、本当にもうその役が決まったって聞いた時は嬉しいっていう気持ちと同じぐらい、うわーどうしようっていう気持ちがあって、そのデスマッチ決まったって聞くまではもうずっと、もう受かりたい受かりたい、もう仕事をしたい、お芝居やりたいってずっと思ってたのに、いざ決まってみると割とパニックになるものだなっていうのがあって、なんか自分にできるのかなとか、もう本当にいろいろ不慣れだし、業界についても勉強し始めたばっかりだから、ああもう粗相のないようにしなくてはとか、周りの方にご迷惑をかけてはいけないとか、すごくなんかこう縮こまってしまっていたんですよ。現場に出るまではもうあかん、やばい、どうしようみたいな気持ちでいっぱいだったんですけど、で初めてやったデスマーチのお仕事が番組の宣伝みたいな感じだったんですよ。でそこで初めてよく一緒に掛け合って喋る機会のあるあのたまちゃん役の奥野かやさんっていう方と一緒にイベントに出て、芸能人ってすごいってそこですごく思って、お話も本当に上手だし、もう可愛いしキラキラしてるし、気遣いもできるし優しいし、これから私は現場に出たらこんな方たちと一緒にたくさんこれからお仕事するんだって思ったら、どうしよう楽しみかもしれないってそこですごく思いましたでもやっぱり共演した先輩の方々は本当にすごかったですね。やっぱり存在感もあるし、世界のそのアニメの世界の物語の世界の中に生きてるなっていうのがすごく感じて、そこでなんかちょっとだけですけど、なんか、あ、自分もこういうお芝居してみたいなっていうか、こう世界観の中にきちんと自分の演じるキャラが生きていて、聞いてる人が自然に思えて感情移入もできて、生きてるんだなってちゃんと思ってもらえるようなお芝居がしたいなっていうふうには思いました。プロの現場は大変ですでも本当に皆さん、あの作ってる方も演じてる方もすごい素敵な方ばかりで、私もそんな風になりたい、なろう、なるぜって思って日々生活しています。東京アニメーター学院専門学校、声優、アニメーター、漫画家、イラストレーター。本気になったら、本気になったら、本気になったら東京アニメーター学院専門学校体験入学実施中。なかなか周りに声優になりたいって思ってる人って少ないと思うんですよね。私はすごくそういう環境だったので、周りがみんな大学進学でって一人だけ違うっていう道を進むっていうのはすごく不安だったんですよ。でもなんかこうきちんと自分のやりたいことが見つけられていて、目指したいって思えてるって、もうそれだけで絶対すごいことだと思うので、あとはもうとにかく行動力、行動力っていう感じでこう毎日頑張れば多分おおむね絶対大丈夫です実際大丈夫になってる私がいるので大丈夫だと思いますそんな感じで一緒に頑張りましょう。うん、ではまたお会いできる日を楽しみにしていてください。河野日和がお送りいたしました。バイバーイ。